れるじゃん。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ダイソーさんで売っているリールの仕掛け巻き用のスプールをですね、ちょっと改造してみたいと思います。本来はこういう形で、サビキ仕掛けの仕掛けですね、こういった仕掛けをこのような感じで巻いていく商品なんですけども、これが5枚入って100円でダイソーさんで発売されていました。ので早速買ってみまして、作ったんですけども、この形皆さん見覚えありませんかね。そうです、 CD ですねすいません、 CD です。 CD の大きさに近いなと思って買ったんですけども、実は CD より外周がですね、ちょっと大きめです。大きめですので、家に有り余っている昔使ってたこういう CD のケースで、皆さんもあると思うんですけども、もう使ってないような CD、 聞いてないの CD とかね、空とかあると思うんですけど、こういったものの中に収納できればよりですね、携帯性に優れてですね、これバラバラにならなくて、タックルボックスもしくはゲームベストとかにこう入れておいてですね、収納がうまくできるかなと思って、 CD の大きさだと思って購入はしたんですけども、実は CD より外径が大きかったということですね。 CD の外径はですね、皆さんご存知のとおり12センチあります。フィリップスの、オランダのフィリップスっていう会社がベートーベンの曲を丸ごと入れたいということで、74分前後ですかねの曲なんですけど、それがぴったり収まるようにっていうことで発明されたのが、この CD の大きさがちょうどこの12センチになったということですね。12センチあります。でその12センチに近づけるために、こちらの方がですね、もともと135よって15ミリほどですね、直径が大きいということになります。なので、まあ 7.5センチ、 7.5 ミリですね、こう外周を小さく切ってしまえば、この12センチの CD とほぼ同じになりますので、こちらの CD ケースに収まるんではないかと思って、今からちょっと、まあ、ダメ元でですけど作っていきたいと思います。まずはですね、5枚入ってるので結構お得なんですよね。こう仕掛けがこう絡めるようになってて、ですんで、こちらの方 CD の台形を合わせて、ちょっと CD もですね、もういらない CD とか、失敗したレコーダーからですね、 DVD とか失敗したようなCD、 いらなくなった CD とかでもいいんですけど、こちらの方でこう線を引いて、そうするとですね、こういう形でちょうどうまい具合にですね、この切り込みのあるところを全部、それ CD よりも CD の外径よりも内側になってますので、外側を耳のところをこれだけ切ったとしても何の影響もないと思います。で、まあ、ダメ元ですんでね、素材がですね、なんかフィルムみたいな感じの、ちょっと柔らかめのフィルムみたいな感じで、ちょっとザラザラしてるようなフィルムでできておりますので、ね、老眼でですね、ちょっと近くはよく見えないんですけど、
綺麗には切れませんけど、こんな感じですかね。よいしょ、で切れました。CD と合わせてみます。まあほぼ同じぐらいに切りました。じゃあこれでハマるでしょうか。収まれば、まあ、まあお皿もありますかね。ちょっと大きいですかね。ちょっと大きかったですかね。赤い線より内側で切らなきゃいけなかったか。チリケースはまた切れてますけども、皆さんのおかげにやらなかったチリケースはなかなか多いなって。最近の力がくっついてな、しかも長いですので、やっぱりあの収納に困りますよね。ですからこういうスプールが、まあ、釣り道具屋さん行くと必ず売ってますけども、まあ、せっかくダイソーさんでね売ってるので、これで収まりましたね。ちょうどですね、あの切り込みのところがこう干渉しないギリギリの寸法なので、もしここ切れてしまっても、こうあの仕掛けを挟む機能としては全然保たれてると思いますので、ギリギリに切っていただければ、こういうふうに既存の CD ケースにこう収まりますので、これはすごく便利だなと思いました。ですんでね、これで、まあ、ダイワさんのちょっと引き抜くっていうのが書いてあって、よいしょ、こうかな。新品の時はいいですけどね、あの使った後にこの仕掛けを保存していくというか、持ち帰る場合ですね、まあ、どうしてもバラバラになっている状態ですので、収納に困ったりしますけども、その際にが約56センチということになって書いてありましたけど、このようなさびき仕掛けですね、これをですね、今切ったのにこう巻いていきたいと思います。大小と2種類の仕掛けがこちらの方で収納できるということで、針はこの穴が時々開いてるところがあるんですけど、そこのところにかけてしまえば針がね、どっかあのいろいろ移動しなくて済むと思いますので、で最後にこんな感じですかね。こんな感じ で、あとを CD ケースに入れて、ちょうど収まります。こんな形でですね作ってみました。なかなかあの便利だと思います。この既存の大きさですとね、ちょっと
これ自体をスプール自体を入れるケースをですね、その手頃なものがちょっとなかったもんですから、まあ、CD の大きさにしてしまえばこれだけの違いがありますけども、 CD の大きさにしてしまえば、この既存の CD ケースにちょうど収まるようにですねなりますの で、 でこれで CD ケースの中を入れて、そうこれでハードケースの出来上がりということですね。なかなか便利に使えるのかなと思って今回ご紹介させていただきました。もしよかったらですね、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。Yeah.